たとえどんな見解の相違が起きたとしても、私たちならまた今回みたいにうまく対応できる。私はそう確信しているよ。未定事件簿、左京静馬の声を担当しております諏訪部純一です。そうですね、いろいろと彼に関するイントロダクションをご覧いただいても分かるように、非常に優秀な男ですね。そして真面目で、まあいわゆるエリートっていう感じの、人物ですけれども、恋愛絡みに関しては大変奥手というか、積極的になれないようなですね、そういう奥ゆかしさがあるような、人ですね。はい。私がそうですね、彼と似ているところ、難しいですね、人間であることぐらいしかないかもしれないんですけれども、そうですね、あるかな、むしろ感じた方は私宛てにお便りをください。ここが似ていると思いますというのを僕は知りたいですね。まあそこまでこうなんていうんですかね、こうエリート街道をこうひた走ってきたような、タイプではもちろんないですし、どうでしょうね。僕はあの割とその、まあ、仮に好意を持った方がいらっしゃったら、割とすっとそれを伝えられるタイプなので、なんかこううまく自分の気持ちを相手に伝えられなくって、こうなんですかね、自分の中だけで嫉妬したりとかいうようなことはあんまりないので、その部分もだいぶタイプ違いますね。まあ、仕事面ではね、あれぐらい優秀にねこなせたらいいなとは思いますけどね。頑張りたいです私も。そうですね、あの、まあ、想像していた以上にこうストーリーがしっかりと構築されていって、まあ、それでいてさらにシリアスだったりするので、もうちょっとこう軽い感じのこう推理みたいなものがあっても、まあ、物語なのかなと思っていたんですが、まあ、想像以上にこうあの深い話も多かったりとかして、物語としてもあのとてもこう面白いなと思いました。で、まあ、佐久間さん割と喋り口調が硬いので、あの言い回しなどがあの大変でしたね。セリフ演じる上ではあのもうちょっとあの砕けた語尾にして会話していただけると演者としては楽かなっていうところはありますね。はい、あのはい、それはすごくありますね。だから思ってやっぱセリフの量も多かったので、もうちょっとあのフランクな喋り方してくれると楽なのになっていうのはちょっと思ったりはしますけどね。まあでも一生懸命頑張ってやってますけども、はい。解決できていないことですか。まあこれはもうずっとなんですけども、私はあのいろいろと、まあ、家だったりですね、まあ、自分の会社の仕事場だったりとかですね、整理整頓するのが苦手なタイプなので、まあ、どうしてもごちゃごちゃとですね、まあ、物も多いタイプなので、まあ、収集癖もあったりとかするので、まあ、とにかくあの散らかっているので、まあ、それをですね片付けたい片付けたいと思いながらも全然できていなくてですね、ちょうど今メインで使っているそのいろいろとこうお仕事をする上でですね使っている部屋がですね、まあ、大変あの足の踏み場もないような形になっているので、で、まあ、いわゆるこの何でしょうね、大掃除というですね、年の最後にきれいにして新年を迎えましょうみたいな習慣があるんですけれども、もうそれを実行したことがないですね。毎年バタバタと仕事をしている間に気がつくと年を超えてしまっているので、まあ、今度こそと思ってですね、今を迎えてしまっているので、まあ、次の年末ぐらいはどうにか頑張って、お片付けするっていうのをですねやりたいなと思っております。はい。おそらくこうプレイされていない方が思われている以上に物語の、質であったり量であったりが、しっかりしている作品です。未定事件簿、ぜひともプレイしていただいて、まあ、佐京さんはじめ他の、キャラクターたちとのですね時間を濃密にお過ごしいただければ幸いです。まあ、昨今こういうなんて言うんでしょうね、ゲームですと
あの佐久間さんみたいなですね、いわゆるエリートのですね、もうスパダリ的な男性って一番人気にならないことが多いらしいんですけどね。いいですよ、ぜひおすすめの有料物件なんで、佐久間さんどうか一押しでお願いします。まあもちろん他の人たちも魅力的ですよ。まあ、どこかしらにハマっていただけると、推し作っていただければ幸いなんですが、もう何度でも言いますよ、佐久間さん私的には一押しで、ぜひ未定事件簿存分にお楽しみください。よろしくお願いします。